なんと2株ね、赤だったというね。年とともにね、はい。皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、大好評につき便乗企画、5年以上植えっぱなし宿根草シリーズの第3弾いっちゃいたいと思います。はい。春の花盛りの時期は少し過ぎたんですけど、せっかくですので現時点で咲いている宿根草の中からまた5品種を取り上げたいと思います。こちらは千葉県の団地ですので、団地の方には特にご参考になるかと思いますので、よろしければご覧ください。以前の5年以上植えっぱなしシリーズは概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ見ていない方はご参考にしていただけましたら嬉しいです。それではスタートします。はい、一つ目はエノテラ昼咲き月見草です。これはね、雑草じゃないのって思われている方もいらっしゃると思います。はい。よくね、道端に生えているのと同じ品種かもしれませんが、これは荻原植物園さんで購入した宿根草になります。はい、とにかくね、丈夫でですね、一時期増えすぎちゃって本当にね、嫌になっちゃってかなりむしったんですけど、もうお構いなしに生えてきます。はい。一昨年だったかなと思うんですけど、お花の少ない時期にやけに綺麗に咲いてくれてる姿を見ましたらね、妙に愛おしくなりまして、それから好きになってきましたね。はい。で、地下茎で増えますのでね、本当にね、ちょっと注意が必要なんですけど、今はね、この奥の方に出てきたら蒸しってって感じで間引きながら増えすぎないように気をつけて育てています。お花の時期が結構長くて、去年の自分の動画を見ましたら9月はね、まだ咲いていましたね。花期が長いのはね、嬉しいですよね。狂犬なのと、もう一つ注意した方がいいのは、赤花トビハムシという米粒みたいにちっちゃいね、甲虫に好まれまして、それに荒らされてしまうので、オルトランで定期的に防虫するようにしています。もし被害に遭って汚くなったとしても、地際まで切り戻せばね、またすぐに復活してお花が咲いてきますので、そんなにね、心配はいらないかなと思います。はい、それでは次行きましょう。はい、2つ目はノコギリソウです。4月ぐらいから咲いてるんじゃないかなと思います。お花の期間っていうのはこの1年の間でね、この春の間だけなんですけれども、1回咲き出すとお花は長いです。色がくすんできてましてね、もうすぐ終わりですね。このノコギリソウですね、2箇所植えています。こちらに1箇所と、もうちょっと奥の方の半日陰の方に1箇所あるんですけれども、こちらちょっとね、暴れちゃってますけれどもね、こちらはですね、4月ぐらいに1回短く刈り込みしました。ノコギリソウの隣ですね、ツルハナシノブのホワイトパフュームがあるんですけれども、ホワイトパフュームがノコギリソウが草丈がね、高くなると全く見えなくなっちゃって、それがとっても残念なのでね、ツルハナシノブのためにこのノコギリソウはね、ちょっと犠牲になってもらいまして、がっつり短くカットしたんですけどね、全然お構いなしに元気に咲いてくれました。わあ、これは何で倒れちゃったかというと、巨大コンフリーが倒れてきたせいかもしれませんね。草丈が高くなるのが気になる方は4月頃ね、刈り込みしても全然大丈夫ってことかなと思います。半日陰っていうせいもあるかもしれないですが、刈り込みしたせいもあるかもしれないですけど、花つきはね、ちょっとね、いまいちですけれどもね、やっぱり日当たりがいい方は花つきはいいかもしれないですね。ノコギリソウの隣にいましたね。続いてこちら、プルネラです。これ確か私産直で買ってきたんですけれども、その後にハニーミントさんでもね、プルネラを買ったんですよね。楽天市場のハニーミントさん。とにかくプルネラは私が植えた限りでは死んでないと思います。はい。全てね、みんな残ってると思います。それくらい団地にもあっていて、
丈夫なんじゃないかなと思います。こちら一番いいなと思うのは草丈が低いんですよね。一番高いところで30センチくらいかな。この地際の方ですと20センチくらいで咲いているものもありますね。これも秋くらいまで咲いてくれています。真夏はちょっとお休みしたかもしれません。シソ科なんですね。サルビアとかと同じでこういう感じのお花のつき方をして、ここが終わってもまた脇からどんどん新しい芽が出てくるっていう感じなのでね、次から次へと咲いてくれます。これからの時期雨が続いたり台風が来たり、草丈の高いものは倒れるのが本当にね大嫌いなんですよね私草花が倒れてくるのが。それで低いものを探して見つけたのがこちらだったんですけど、本当に長命でですね6年以上お庭にいるんじゃないかなと思います。排生ですので1株から幅1メートルくらいまでいってんじゃないでしょうかね。これよく生えます。なのでグランドカバーにも向いていると思います。こちら白もいるんですけど、白はちょっと調子があんまりよろしくないんですけど、はい、これは先日ですねクローバーに埋もれていたところを救出されましてねはい、白いプルネラさんですね。ここに植えてね何年か経つんですけど、あんまり大きくならないんですよ。紫が一番樹勢が強いような気もします。こちらがねピンクのプルネラです。一通り咲いて2番花みたいな感じになってますけれども、こちらもですね紫ほどは樹勢はないかなと思ってます。こちらはねそれでも白よりは少し大きくなりましたけど、まあおとなしめでしょうかね。同じお花でも色によって性質が違ったりするっていうのもありますよね。草丈が低くて風で倒れたりすることがありませんのでね、そこがやっぱり気に入っています。こちらはフィゲリウスです。このような可愛いお花ですよね。ここの花壇を作った一番初めに植えたいくつかの宿根草の一つですね。こちらは別名ケープフクシアとも言われています。フクシアっていうお花があるんですけれども、フクシアとは全く別の品種になります。フクシアの花に似ているということでこの別名がついたようです。こちらのフィゲリウスは耐寒性か若干微妙だと言われているんですけれども、うちは団地ではあるんですけれども結構山に囲まれてるんですね。うちのあたりは耐寒性はちょっと心配だったんですけれども、全く問題なく元気もりもりお過ごしになられてます。はい最初の頃はねあまりこの色が好きじゃなくって、今も大好きなわけではないんですけど、なんか年々ねありかなって思うようになってきましたね。この小屋の雰囲気にもなんとなく合ってるかなって思ったりしています。これ買った時はですね白と赤と思って買ったんですね。と思ったらねなんと2株ね赤だったというねで2株ともね元気でめちゃくちゃ増えてます。お花の時期は今の時期から8月の初めくらいまではね咲いていたような気がします。次々にこうやって花穂が上がってきますので、これはね新しい花穂ですね。でこっちはもう花柄でね、これをどんどん花茎の下の方でカットしますと、またどんどんね新しい花芽が上がってくるっていう感じです。寒冷地の方は地植えは難しいかもしれませんが、団地の方でしたら大丈夫じゃないかなと思います。最初はあんまり好きじゃなかったんですけど、だんだん好きになってくるそんなお花っていうのもねあるのかなって思ってます。年とともにね、はい好みも変わってくるのかな。白が手に入ったらねぜひね育ててみたいです。もし出会いがありましたらね、ミヤさんが丈夫だって言ってたなとちらっとでも思い出していただけましたら幸いです。はい以上フィゲリウス別名ケープフクシアでした。はい、最後はペンステモンです。こちらはもう7年目ぐらいになるんじゃないかなと思います。
これがね、残念なことに品種名がわからないんですけどね、調べてみたらペンステモンガーネットっていうのが一番近いのかなと思いました。お花の時期は初夏のこの時期だけになります。5年以上植えっぱなし宿根草の第1弾でご紹介したペンステモンハスカレットという品種があるんですけれども、あれもね本当に強いんですけどね、この濃いピンクのペンステモンもとっても丈夫で、団地の日向でも全く問題なく7年過ごしてきました。ただペンステモンは何でも強いわけじゃなくて、私の経験によりますとブルー系はね弱いのが多いかなという印象です。なのでブルー系を今、ね、育てていたり、これから購入を考えている方はね、とにかく群れがダメで、だいたい梅雨で弱って、夏の暑さでさらに弱ってお亡くなりになるというねパターンになりがちですので、これからの時期ねくれぐれもお気をつけください。このペンステモン結構私にしては派手なカラーですのでね一時期どうなんだろうと思っていたこともあるのですが、柔らかい色ばかりよりこういう色がね少しあってもいいのかなと近年思うようになりまして、今ではね結構好きな宿根草となりました。はい、こちらはね結構簡単に挿し木で増やすことができますのでね、バックアップを取りながら育ててもいいんじゃないかなと思います。それでは本日の動画は以上になります。少しでも宿根草選びのご参考になりましたら嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。